こんにちは。社会保険労務士中島博美です。皆さんは雇用保険に加入していて、その後に教育訓練給付の受給をされることが あるかもしれません。今日のお話は、特定の業種にはなりますけれども、教育訓練給付の拡大というお話をしたいと思います。介護職などの資格取得にも使える。雇用保険の教育訓練給付は、労働者や離職者が自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講終了した場合、その費用の一部を支給するものです。平成26年の10月からの給付内容が拡大されています。中長期的なキャリアアップ支援のため、厚生労働省が専門的実践的な教育訓練として指定した講座、医療福祉とか技術系がありますが、それを受講した場合に給付金の割合が上がることになっています。では、給付金の引き上がる講座とは、次のうち資格試験の受験率および合格率、就職率などの指定基準を満たす厚生労働大臣が指定した講座、専門実践教育訓練と呼び、現在の一般教育訓練とは区別されています。一つ、業務独占資格。資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格で、看護師、歯科衛生士、医療系資格、理美容、電気工事士、建築士、会議士など26種類あります。と、あとですね、名称独占資格は、資格は持たずに業務を行うことはできるんですが、その名称の使用は法令で禁止されているもの。保健師、栄養士、保育士、介護福祉士など8種類あります。これらの資格取得のための訓練を目標とした養成施設の過程、それを受講することで公的資格を得る、受験資格を得るなどということですね。訓練期間は3年間。2、専門学校の職業実践専門課程、2年間で専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣が指定したものを受講したとき。3つ、専門職大学院、訓練期間が2年から3年で、高度専門職業人の養成を目的としています。平成26年10月からの教育訓練給付金はどう変わったか。一般教育訓練と専門実践教育訓練の2種類で、金額や給付期間が違います。一般教育訓練は従来通り、受講者が支払った訓練経費の 20%、 上限は10万円です。支給期間は最長1年です。新しくできた専門実践教育訓練は、訓練費用の 40%、 上限は年32万円、期間は原則2年間、資格につながるときは最長3年間となっています。これの支給対象は、平成26年の10月1日以降に初めて受講する場合、受講開始前までに通算して2年以上やっと雇用保険に加入している人、10月1日以降、2回目以降の受給はですね、前回受講開始日から次の受講開始日までのに通算して10年以上雇用保険に加入していた人ということになっています。一言コメントです。受講終了日から1年以内に資格取得した雇用保険加入者は 20% 増し、かつ上限が年48万円の追加の給付が受けられます。ですから、該当する方はぜひご利用ください。今日はここまでです。